はい、それでは最初の曲よろしくお願いします。ジェリーフィッシュ。配信の一撃の多分代表曲の曲です。ミュージックビデオにもなっています。2回撮りました。それでは良いですね。うるさいです。紹介してるんだから。それでは次の曲へ行きましょう。グッバイです。お願いします。グッバイという曲です。いいですか。ちょっとおーうるさい。この曲は、会心の一撃の前にザ・ネームトワイスっていう名前で活動してたんですけど、その時に初めてもらった曲なので、結構思い入れのある曲ですね。はい、です。ハハハちゃってちょっと大丈夫。大丈夫。じゃあ行こう。ですか。次やろうよ。はい、行きます。次聞いてください。ペルスネージュ。
で、まあいいや。説明を。なんだ、初めて作詞をした曲なんですけど、あれですね、意味合いとしては夢が失われたっていう感じの曲です。で、これが死んだ夢の形見なんで最後の方とかちぎりそうになってたまにやるから見てください。はい、次はブリーチ。そうした水晶まで世界の全てだと思い込んでもう疲れたでしょう。手を伸ばせば全てに触れられるような気がして、そうしてはすぎちゃう。私が去年の10月末にノマーズのワンマンで加入した時に発表した曲なんですけど、私が加入、そうなんですよ加入した時に作ったから、私が参加してから初めての曲です。なので私的には緊張も、初めてのオリジナル曲で緊張もしたし、はい、思い入れの大きな曲です。はい、噛んじゃった。いいんだよ、いいんだよ。はい、じゃあ次やります。聞いてください。つ
人の曲は私が作詞しました。すです、すですよ。ビックリマークは2つだよね。あれウサギになるの可愛いでしょ。こうやって書いてこうやってやるとウサギなんだよ。やってみー。おーだね。ウサギ好きだったの前、あ今好きじゃないけどね。昔は、はいはい、ですですです。それでは次の曲いきましょう。次はこのフォーメーションはブランク。あ、お願いします。ブチ切りの違いが差し加減ですね。この曲はブランクっていう曲で、私が2回目に作詞した曲です。うん、あのですね、私が作詞する曲はですね、あの分かりづらいです。もう歌詞カードがないけど、まあ、聞き取れる人がいたとして、聞き取れる人も聞き取ったって書き出してみるとちょっと何て言うかなあるから、あまり分かろうとしなくて結構なんでございますけど、やまないで、やまないで。あのね、大体の意味合いとしては、あの頑張りすぎちゃう社会人のあなたへって感じです。わかるわ。以上。言っていいの？どうぞ。言って、時間がいっぱい。言って、言って。宮城美山のために書いた曲です。そうなんですよ。いや嬉しいじゃん。まあね。そうだね。なんかね、不可的な、後付け的な社会人のあなたへっていうのは、ね、後付けだけどね、当てはまる人が多いから、そうらしいです。そう、頑張りすぎちゃうからね、君はね。いい話です。遊んでる。後ろ見えてるかい？楽しいかい？楽しいよ。楽しい？見えた見えた。よカービィ。カービィがいた。なんかそんな感じですね。ブラック。じゃあ良いですね。